こんにちは、トミーです。今日は最近のお気に入りアイテムをご紹介したいと思います。ぜひご覧ください。はい、最近はですね、お洋服とか結構メインで購入してきました。このね、まず早々にこのワンピースはサラマリカというブランドのものなんですけど、これは結構前に買ったんですよ。今年の初めぐらいかな。そう、夏に着たいなって思って、春先でも着てるかなって思ってたんですけど、なんとなく私はショートに着たいなって思ってて、そう、全然着てなかったんですよ。最近着始めました。めっちゃ可愛くないですか。すごいヴィンテージっぽいワンピース、見えるか、こんな感じ。柄がね、すごい可愛いですよね。ヴィンテージっぽいんですけど、サラマリカというワンピースをたくさん取り扱ってるブランドで、そう、すごい他にもめちゃくちゃ可愛いアイテム、最近見たらいろいろ追加されてる。ワンピースじゃなくて普通のトップスとかパンツとかも売ってるんですけど、結構柄が特徴があったりとか、形とかが特徴あってね、すごい好きなブランドです。こういう丈長めのワンピースとかも私はネットで買いました。なのでサイズ感がね、ネットだと分かんないけど全然ジャストだった、長すぎないからお気に入りです。今度タイに行くので着ていこうかな。暑いかな、でも来れば行けるか。はい、旅行とかにねワンピースいいですよね。はい、そしてここのネックレス、これ最近よくつけていてめちゃくちゃ褒められる、チョーカーではなくてネックレスかなんですけど、これはトパーツというブランドのもので、ビーズになってるんですよ。見えるか、めっちゃ可愛いんですよ。これが最近このボブにすごい合うなって思って、ほんとよくつけてるし、なんか最近私首も金属アレルギーなことが発覚して、そう、なんか物によってはね、このこういう金属が結構赤くなっちゃったりするんですけど、これはね、ならないんです。そう、だから結構ずっとつけてます。すごい雷が鳴ってる。この後お出かけに行くのに。ネットパンツは天然石とかパール、ヴィンテージビーズなどを使ってる、そう、手作りのブランドで、すごいね、一点物なんですって。でも似てるやつとか、このハートが大きいやつとかも売ってた。可愛いんですよ、それ。大きいのも欲しいな。はい、では次がこちらです。こちらはエンフォルドのサンダルです。めっちゃ可愛いんです、この肉厚感が。これはね、もうちょっと前に買ったんですけど、まだ大事にしすぎて履けてないから綺麗ですね。なんかサンダル、私結構同じものを履いちゃう癖があって、そう、でも今年はね、靴とかサンダルとかをいっぱい買おうかなと思って、今年2足買ったかな。これが1つ目か。あともう1個はちょっとまたご紹介しますね。はい、すごい肉厚でちょっと身長が漏れるんですし、こういうね素材のやつ私前買ったんですけど、すごい靴ずれしちゃって、でもこれはなんか家でちょっと履いたけどならなそうな感じだった。すごい柔らかくてクッション性があるので靴ずれしにくいんじゃないかな、店員さんも言ってた。これは店頭で買いました。かわいい。カラーがね、緑とあともう一色ぐらいあったっけ、白かな、あったかな。でも黒が私的に結構ツボです。とってもかわいい。ちょっと実際に履いてみました。こんな感じ。お水が垂れて流れちゃった。かわいい。お出かけに履いていきたいと思います。はい、それとこちらのデニム、キャデニムを最近というかちょっと前かに購入して、オーラリーのデニムですね。これもうめっちゃ形が超綺麗で、これ私淡い方のブルーのデニムは最初に買って、それがすごい形が好きで、でこの色違いも出たので購入しました。本当にね、綺麗なんですよ。履いてみました。ちょっと鏡が汚い。
こんな感じでのシルエットです。めっちゃ可愛いんです。こんな感じ、この白 T にこのデニムとかでも、ね、最近は着てます。可愛い。夏で暑いんですけど、デニムをなんかデニムが好きなのでよく履いてる。デニムのとサンダル合わせがねすごい好きで、あともう一つのパンツがこちらです。これももう結構履いてちょっと汚れてきちゃったんですけど、これは08サーカスというブランドのものです。こちら、これはあのね、素材がすごいちょっと変わってる素材でめっちゃ涼しいんですよ。まあ、少し透けるので、そうペチコートとか中に履いて着てるんですけど、これ超買ってよかった。なんか店員さんに、これも店頭で買ったんですけど、なんか迷ってて他のアイテムも買ってたからどうしようかなって言ってたんですけど、これ持っとくとほんと便利ですみたいな。ちょっとシワなんですよね。そうだから夏めちゃくちゃ履いてますってその店員さんも言ってて、見えるかな、あんまりわかんないか。そう、これすごい履いてる。なんか色味がね白すぎなくて上品でいいですよね。シワにまあなるけど旅行とかにもよく持ってくる。しかも夏服だから薄いから、荷物になりづらいのが嬉しい。もうここ最近本当に旅行となんかお出かけすることがすごい多くて、そうでもやっぱり身軽で行きたいので、これは毎回持って行ってる気がする。こんな薄っぺらいからね荷物にならないし軽いし可愛い。はい、では次、じゃあコスメ、こちらリディオンのリップです。リディオンブランピングリップスティック06番です。今も塗ってるんですけど、このね青みピンク、なんか夏って青みピンクを私はつけたくなるし、なんかちょっとこういうね黒いチョーカーとか黒い洋服も最近よく着るので、し髪もちょっと暗めに染めたりもあって、なんか青みピンクが今ねすごいしっくりきてて、この新作がすごい可愛いんですよ。こんな感じ、程よいシワの感じ。シーディリオンは発色がもうめっちゃいいですよね。このシリーズたくさん持ってるけど新色も可愛い。こんな感じのお色味です。可愛い。はい、では違うコスメがこちらです。これニュセって読むんですかね、なんて読むんだろう。ニュセ。これパッケージがすごい可愛いのが、これチークなんですけど、ムースチーク、私は01番。これがねこんな感じ、雷が近づいてきてる。こんな感じでムースなんですけど、これがめっちゃねふわっと乗るんですよ。この色がめっちゃ自然ですごい好き。なんかチーク、私パウダーものによってはなんかファンデーションがよれちゃったりするんですけど、ムースが合ってるみたい。これを手でのせる感じがすごいね、ふわって、ほっぺがジュワッとしてくれる感じがねすごい可愛いんです。この色もなんか大人な色で可愛くないですか。見えるかな、可愛い。最近はよくチークをつけています。お気に入り。他の色もちょっと買いたい。はい、ではこちらです。これパルファムシャワー、なんて読むんだろうすいません、調べてもなんかちょっとね読み方が書いてなくて、 Y22 なんて読むのか分かんないんですけど、私はこの EZE っていう香りがすごい好きで、2個持ってるんですけど、特にこっちのね香りがすごい好きで、これはマルチミストなんですよ。化粧水ってすごいオイルと化粧水が混ざってて保湿もできるし、なんていうんだ、空間部屋み、あのルームミストとしても使ったりしています。すごいこの香りがめっちゃ好きし、このサイズ感いいですよね、かわいい。あのバッグに入れやすいサイズがすごいお気に入りです。私夏でも乾燥結構しちゃうんで、出先とかでもシュッシュッシュッってするとすごい香りも気分が紛れてめっちゃいいです。これはい、可愛いし、でもプレゼントとかも良さそうですね。はい、では最後、じゃん、こちらイウミーのカームベラシージェル。このイウミー、私ずっとバスソルトをね愛用していて、それすっごいいいんですけど、そのこのねジェルも出てたの知らなかった。
これはパックにもなるし、まあ、あのジェルなのでマッサージの時に私はよく使っています。わ、出しすぎた。すごい伸びが良くて、足とかマッサージする時これめっちゃ便利。そう、香りもねすっごい良くて、なんか保湿もしてくれるから。キャッ、やばいやばいやばい、聞こえますか？雷が落ちている、近づいてきている、早く終わらせないとあの顔にも使えるんですよ、パックとして。冷たいので鎮静にもなるし、すごい今日日焼けしたなって時とかにたまに使ったりして、全身に使えるのめっちゃいいですよね。早口になってる怖いから。そう、しかもなんかね保湿力がすごい高いから、私は結構クリームとか全部体に塗りたい派なので、でもそれを使っちゃうと結構量減っちゃうから、マッサージの時によく使っています。ラストって言ったんですけど、あともう一個あった、こちらですこちらのオニューブの椅子めっちゃ可愛くないですか。これは幡ヶ谷にあるスーパーズーっていうねエレクトショップ、このステッカー私入れてるんですけど、これここのお店すっごいインテリアのものとかマグネットとかすごい可愛くて、椅子もいっぱいあって、これは1万いくらとかだったかな、そんなお高くないですよね。しかもめっちゃ可愛いインテリアになるので、なんかこういうちょっとパイプっぽい椅子が欲しかったので、そう、嬉しい。これはめっちゃお気に入りです。はい、いかがだったでしょうか。お気に入りのアイテムをご紹介しました。もうすぐね秋支度もそろそろ始めようかなって思ってるので、秋服とか秋コスメとかまたご紹介します。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。